本日はパワーラックが空いていなかったので、スミスマシーンを使ってインクラインベンチプレスを行っています。だいぶ重量をね、扱えるようにはなってきたので、このまましっかりと乗せていけるように重さは確保しながら減量を進めれたらと思っています。今のところですね、扱う重量は減量中上がっていっているという奇跡が起きているんですが、これは減量初期にあるあるなので、このまま落とさないように頑張ることを意識しています。 続いてですね、インクラインのチェストプレスになります。このマシンのインクラインチェストプレスは意味のわからないぐらい入るんですよね。収縮ポイントでグッと入るというよりかは、ストレッチがすごい効くっていうイメージですね。なので、ちょっとストレッチ種目も兼ねたイメージでこのプレスは行っています。スミスマシンでね、インクラインベンチをやったので、それもあって、なかなか押せてないんですけど、しっかりとできる限り押すようなイメージで行っています。 続いて、ペクトラルフライで、まずチューブを収縮狙いでやっています。これね、ペクトラルフライは結構ストレッチを意識する人も多いと思うんですけど、僕はどちらかというと収縮をイメージして行うことが多いですね。すごい顔をしながらトレーニングをしています。もうね、本当にトレーニング中の顔は誰にも見られたくないなと思うぐらい自分でも意識をしないんで、すんごい顔がくしゃくしゃになるんですよね。 まあでもその分しっかりとこのタンクトップでやってるのを見てもらうとわかるように胸がしっかり稼働してるのもわかると思うんでこのようなイメージでちょっと収縮をしてもらうといいんじゃないかなと思います前傾後傾しているのは前傾してしっかりグーッと収縮させる方が胸に乗る感覚があるからやっていますそして最後ですね チェストクロスですね。クロスチェスト、チェストクロス、どっちらだか忘れたんですけど、まあそういったマシンで胸のカブを狙って行っています。重量自体はですね、75キロで行っているんですけども、これが僕の中で今までカブのマシンいろいろ触ってきた中で、結構トップで胸のカブに入る感覚があるので、まあ胸のカブのラインをしっかりと綺麗に出したいのであれば、ケーブルクロスオーバーじゃなくてこういった種目もやってみるのも一つかなと思います。 今日はですね胸トレをやっていったんですけどもちょっとですねこの間チカラさんと話して胸トレというよりかはトレーニングの組み方をちょっと変えていこうかなっていうふうに思っていますなので分割腕の日を設けてたんですけど腕をいろんなところに散りばめながら入れてかつ肩トレを僕はフロントとリア 取っ払って、チューブとリアミドル、ここをメインの肩トレに切り替えます。で、まあ胸の時にフロントは関与するので、その時にフロントを1種目、2種目ぐらいちょっと入れてあげる。で、背中の時にリアは関与するんで、リアを背中の時に入れる。というような形で、しっかりとまんべんなく、えっと、今週に5回ぐらいのトレーニングなんですけども、できる限り1週間に2回 V が回ってこればなーぐらいの感覚でちょっとやっていきたいと思います。 なんと今日のね背中のトレーニングでですねワンハンドローイングをやってた時に体幹に力を入れるんですけどそこの力を全く抜かずにやってたらピキンと痛みが走りまして今右の肋骨あたりに違和感が走っております胸椎を進展した状態でね力むと痛いんですけどすぐにやめたんでおそらく明日明後日二2日間ぐらい休んだら治るんじゃないかなと思って明日明後日明後日はまあどうするか決めるんですけど明日はもうトレーニングオフで行きたいと思います ということで本日の食事はこんな感じです。朝ごはんは安定のオートミール食べかけで申し訳ないです。そして続いては塩コショウで味付けをした胸肉の野菜炒めですね。最近は塩コショウにハマっています。で、安定のプロテインスニッカーズ、羊羹、そしてマルチビタミンミネラル。最後はカレーうどん。残ったカレーにご飯を入れて一緒に煮込んで、最後カレー雑炊みたいな形で食べています。 最近ねあのカレーうどんにハマっておりまして最近うどんにハマってるそうな冷凍うどんあればっか食べてますね、まあ、最近ちょっとね朝やっぱ便の調子がすごい悪くてなんか緩いんですよねちょっとその辺をちょっと改善していかなあかんなとか思いながら食物繊維を見直すのか乳酸菌系を取っていくのかどうしようかって今頭で悩んでいる状態ですまあいろいろ試しつつ何が一番いいのか見ていきたいなっていうふうに思います皆さんおはようございますということで昨日の夜撮るの忘れたんで 今朝撮ってるんですけど食事はこんな感じです安定のオートミールこちらもまたまた食べかけで申し訳ございませんそしてまた今回ですねみりんと醤油で炒めたような炒め物を食べていますマルチビタミンミネラルとプロテインそして今日はスニッカーズ B だけにしていますで夜ご飯は赤から鍋の素を使って煮込みうどんからの雑炊これも安定ですね美味しいんですまあそんなに普段からね変わらないんでメニューとかは いこんな内容で食べていますはいということでこれが4週目の体になりますだいぶなんか絞れてきた感覚はあるんですけど体重が変わらないから絞れてるかわからなくなっているっていう現状です早く、はい、このお腹の脂肪をなくして腹筋が出てくるように頑張ります帰ってきました今日はですね筋トレがオフやったんでカロリー消費のためにカラオケに行ってきました そして食べたご飯はこちら。リアルスタイル出社の日はオートミールからスタート。そしてカレーですね。冷凍ご飯はもうラップのまま持ってくくという癖の強い運び方してます。ビーレジェンドライブを行ったんですけども、そのライブでピーナッツチョコを飲みました。そしてですね、完食に食べた石窯シリーズのパン。そしてパッションフルーツを久しぶりに飲みました。夜ご飯はですね、キムチと塩コショウで炒めた胸肉の野菜炒めを食べています。 塩胡椒うまいですね。はい、ということで、今回のこのトレーニングは肩トレということでですね、動画には撮ってなかったんですけど、背中のトレーニングでですね、腹直筋あたりを痛めまして、なかなか踏ん張れなくなってしまいまして、体幹を使うと激痛が走るので、できる限り痛みが走らない重量で行っています。このプレスですね、フロントを割とプレスでは狙う人が多いと思うんですけども、これはチューブ、リアミドルあたりをめがけて行っている、 プレスの種目になります。これはですね、いぶきちから選手、直伝のトレーニングになるので、やり方とかはね、僕は解説はしないんですけれども、しっかりと狙っているターゲットっていうのはチューブ、リアミドルっていうことだけを分かった上で見ていただければなというふうに思います。このトレーニング難しいのと押せないんですね。これやったら分かるんです。全然押し上げれないです。そして続いてやるのがショルダープレスですね。 こちらもかなり癖の強い種目にはなっているんですけども、これもまたチューブ、リア、ミドルあたりを狙って、どちらかというとこれはチューブを頑張って狙ってやっているんですけども、しっかりと下ろすときにですね、ストレッチをかける、そして収縮のときも収縮頑張って仕切るというイメージで、肘を全部伸ばしきってしまうと、僧帽筋が稼働して肩から抜けてしまったりもするので、あんまり肘は押し込んでいるイメージはしてないです。ただ、押し込む意識をするために首は前に倒して行っています。この種目。 もね見てください、このついてるプレートの重量。10キロですよ。10キロでこんだけきついってあります正直、この10キロつけたのを後悔するぐらい重く感じましたね。こんな10キロちゃうやんっていつも思いながら押してるんですけども、踏ん張るのもね、お腹が痛くてあんまりできないんで、できる限り踏ん張らない意識でやっています。そして、他の種目もあったんですけど、人が多くて取れなかったので、この2種目で我慢してください。ということで、1食目ですね。オートミール。 2食目はまだ塩こしょうで炒めた野菜炒めとキムチこれはですね成城石井で買った海鮮キムチというものでですねイカとキュウリのキムチが混ざったキムチですこれもう美味しくてハマってしまいました成城石井のキムチに最近ハマっておりますそしてムキムキウイと羊羹、スニッカーズ B マルチビタミン最後は赤から鍋のもでうどんを煮込んでから最後にまた雑炊をいただいていますトレーニングなんですけども2種目ぐらいしか載ってないですねやっぱ若干やっぱ痛い肋骨の裏辺りが 痛くて踏ん張ったりするとグッてなる感覚があったんで、まあ、できる限り痛くない姿勢で踏ん張れるようにトレーニングを行いました、まあ肩トりやったから良かったんですけどこの土日胸背中とやっていくんでここがどうなるかなーっていうのはちょっと心配ではありますが無理せずにちゃんと治るまではおとなしいトレーニングをしてまあ動かすぐらいで動かして、まあ、ちゃんと治ってから本気でぶつかっていこうかなっていうふうに思っています。 昨日ですね、撮るの忘れてました。昨日の食事はこちら。今回の食事も紹介していきましょう。朝ごはんはオートミール。安定ですね。また塩、コショウで炒めたご飯の上にキムチをのっけています。実際ご飯の量はイチ合です。そして今回ですね、間食を食べる時間がなかったということで、夜3食しか食べてないんですけども、最高のご飯は米1合にカレーをのっけて、僕の大好きな福神漬けを添えて食べています。 個人付けうまい昨日はですね、丸一日、本間のオフにしたんで、3食しか食べてないです。朝起きてからご飯食べて。 動画の編集をして、ダラダラして、ご飯食べて、ダラダラしたっていう感じですね。久しぶりにめちゃくちゃ何もない日を過ごしました。で、肋骨のあたりがですね、肋骨じゃないんですけど、これどこかよくわかんないですけど、まだいまだに違和感というか、シンプルに痛みが増してるというか、寝て起き上がる時にも痛いですし、まあ、こうやって力入れる時に腹圧をかけると痛いなーっていうのがあるんで、ちょっと今日も、今日は胸トレをしに行こうかなと思ってるんですけど、まあ、無理のない範囲で頑張れたらなっていう風に思ってます。痛かったら、 すすぐにやめようかなと思ってます、まあ、食事自体はですね、まあ、ちゃんと節制はしたんで、減、ま、量、あ、食をしっかりと保ちながら体を動かすだけ動かして、まあ、筋肥大にちょっと特化できないかもしれないですけど、ちょっと限界のトレーニングはできないものの頑張ってやりたいと思います。ということで、本日も始まりました。またまた胸トレかい,いと思うかもしれないんですけど、なかなかね、トレーニングってやっぱ人が多いと取れないですもんね、人がうつって。 今回はまだ空いていたのでしっかりと収めておきました。一種目目はペクトラルフライで、もうこれは割と普段ペクトラルフライは70キロとかで行うんですけど、90キロぐらいで行っています。このマシンがちょっと軽いのもあって90キロ扱えるんですけど、普段はそんなに扱えないです。ただですね、一種目目に持ってくるからパワーあるものの、やはりきついですね。 ただ背中をつけながらしっかりとここまで動かせてるのも一種目目に持ってくるからなのでまあ、普段から終盤に持ってくるこの種目を一種目目に持ってくるだけでもやっぱり刺激が変わってすごくいいなっていうふうにも感じるので最近はちょっと組み方を変えたりっていうのでマンネリ化しないように意識しながらトレーニングを行っていますめちゃくちゃ効くんですよもうねこれがね僕の中で一種目目に持ってくるといつも後悔します他の種目で押せなくなってしまうんでね そしてそのまま今回インクラインプレスのマシンですね。この僕の大好きなマシンですね。しっかりとストレッチを効かせながらできるような意識で行うんですけども、最近はこの種目これであんまり行っていないんですけども、ドロップで行うようにしています。しっかりと最後まで使い切るっていう意識っていうのと、僕有酸素運動っていうのはジ,ジムまで移動する自転車での時間が有酸素運動になっているので、あんまりその筋肉をもっと動かしてあげるっていう意識っていうのを他の人よりもしないとダメかなっていうふうに思ってて、 ドロップセットにすることによって筋肉をしっかり稼働することによってちょっと心拍数も上がるっていうことから有酸素運動に近しいイメージをしながらトレーニングっていうのも行っています。でもやっぱりドロップセットを行ってしっかりと血を流すことによって質感っていうのは上がるイメージがあるのでそのまましっかりとキープしてやっていきたいなっていうふうに思っています。 続いての種目はですね、ダンベルフライをやろうと思ったんですけど、お腹が痛かったんで、ケーブルフライを行っています。今の僕のね、お腹押さえてるのでわかると思うんですけど、このベンチに寝転がる動きがまずそもそも痛いんですよね。なんで、まあその痛みをちょっと抑えながら頑張って、足を上げるとすごい楽になるんで、足を上げて行っています。まあでも胸のインクラインをするときは大体僕足を上げますね。めちゃくちゃ足上げると上部に入る感覚があるんですよ。 やはり胸の上部を狙いたいときは腹圧、腹筋に力を入れてあげる方がいいんで足上げたらもう無理やり腹圧がかかるっていうのもあって足を上げています。で、これちょっとね、お腹の痛みもあったので足を下ろしたんですけど途中で。もうやっぱこのお腹の痛みに意識がいってトレーニングの質落ちたなーっていうそういう日でしたね。しっかりこの胸トレの後、激痛。 をを感じながら1日を過ごしましまたね普通に歩いてるとき痛くなかったのにこのトレーニングの後は普通に歩いてるときも痛かったですねやっぱり胸トレが一番この腹圧を使ってんねんなって僕の中で感じるぐらいお腹に痛みが走るので、まあ、この日はちょっとできる限り無理をしない意識ではやっていたんですけどおそらく無理をしていたんやなとは感じてますでもやっぱ重量軽いのに全然上がらなかったんで悔しいですね ダンベル、しっかりとこれはストレッチを効かせれたらいいので、まあ押し込めなくてもしっかりとストレッチを意識して動かしています。いやー、これ起き上がるのが痛いんですよ。見てください、この板上がってる感じ。あ、痛い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 。あー、ただの痛がり、痛がり感ありますけど、ほんまに痛いんです。 はい。ということでですね。最後の胸の種目ですね。ケーブルクロスオーバーを行っています。この種目もわ、なんかちょっと動かすとお腹痛いなと思いながらできる限り固定して行うんですけど、やっぱりこのお腹をかばいながらやるから、やってて効いてる感覚っていうのは普段より薄いですよね。もっと効かせたいなと思うんですけど、やっぱりこの痛みと戦いながらやるのはやっぱり、 効率の悪いトレーニングやなと思うんで、休んであげるのが一番なんかなとは思います。ただですね、減量に入ってしまうと、その休んであげるっていうのもちょっと、休みすぎるでしまうのも、代謝はね、下がっていく一方で、消費エネルギーが少なくなっちゃうと、良くはないので、まあ、消費したいんやったらトレーニング軽くやってあげようっていうイメージで、ジムには来てます。これまた痛かったですね。でも、さっきのインクラインケーブルフライの方が痛かったんで、だいぶマシではあります。 ほら抑えてる抑えてますよまた,また昨日ですね夜撮るの忘れてたんですけど昨日の食事はこんな感じですオートミールからスタートしていますいつも通りですねもう朝ごはんは基本オートミールですそしてちょこっとストロベリーと羊羹2つ食べてトレーニングに向かいますそのままね帰ってから白米1合と また塩コショウで炒めた鶏肉の炒め物、そしてキムチを添えて食べています。カップサイシンいいですよ。そして夜ご飯はですね、またまた煮込みカレーうどんを食べてからご飯を入れてまた増水チックにしています。昨日ですね、やったトレーニング、胸トレをやったんですけど、若干痛みが悪化したというか、その日、割と普通に歩いてるだけでも、あーってなるくらい違和感があったんで、もう、 ちょっと今日はトレーニングは休んでおこうかなっていうふうに思ってます。何を痛めたんやろうと思ったらおそらく腹圧をかけすぎたことによって肉離れにはなってないけどちょっとなんかそっちに近い形の怪我というか。まあ炎症を起こしてそうですね、この感じは。 まあ徐々に筋肉も変に固まっちゃってると思うんでほぐしていったら治ってくるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、様子を見ながらちゃんと安静にできるところは安静にして今日は休みにあしますけども明日からはしっかりとできる範囲でトレーニング復帰していこうかなっていうふうには思ってますよっしゃーって気合入ったらやっぱトラブル起こるのが私のワークアウト人生なんで、まあ、そのトラブルを乗り越えながらもしっかりと体作りを頑張っていきたいと思います